はい、こんにちは、ビッグボーイです。急遽、ファイナルファンタジー7リメイクのデモ版が配信されたので、やっていきます。FF のプレイは FF15 ぶり。バイナウはいいや。早速やっていこう。まあもう説明はいらないね、きっと。FF シリーズでとっても人気な FF7 のリメイク版の体験版。人気すぎて、派生タイトルもたくさん出てる。そんぐらい？待てよ、ちゃんと読んでこう。カメラ操作、デフォルトで。で、そうだ、アクションベースになってるのは、まあ、トレーラーとか見てて知ってるんだけど、コマンドバトルにもできると。まあ、ノーマルでいいね。始まった。もう懐かしい。もう懐かしいわ、もうここだけで。あ、ポーズね。ああ、もう移動中の時点で剣を振ったりできて。止まれ！何者だ！出番だ。四角で攻撃。あ、強え。戦闘は何だろう、 FF15 にちょっと似てんのかな。フィールド移動中でも剣出せて、あ、ここからショートカットを出せると。魔法。いやー、すげえな。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。ATB ゲージ OK。 動くな。好きにしろ。 ATB ゲージを消費することでアビリティ、魔法アイテムなどのバトルコマンドを使うことができます。これで決める。あ、これでちょっとスローになって、あ、ブレイバーね。ブレイバー知ってる。ディシディアでよく使っていた。まさかソルジャーか。ソルジャーとはちょっと違うんだけどな。メインメニューとマップ、オートアクション、この辺はプレイでどんどん覚えていこう。 OK。 ちなみに僕はオリジナルの FF7 は内容は知ってるけど、きっちり全部遊んだことはなくて、で派生タイトルで言うとクライシスコアはしっかり最後まで遊んでいて、アドベントチルドレンも最後まで見たことあります。そんぐらいかな。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。おとなしくしたれ。ああ、操作が似てる FF15 と。でこうやってバーストスラッシュってなんだろう。強い。どうってことない。剣もね、ちゃんとあの人の剣だよね。宝箱を、三角で開けたり、人に話しかけたりすることもできる。というかオリジナル版駅はこんなんじゃなかったな。神羅ボックス、ただの箱に見えるけど、これか。あ、神羅で書いてある。魔鉱石。おお。で、ソルジャーがなんだってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつかな。めんどくさいやつって言われてるぞ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら、ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと。え、ウェッジ。あ、高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。ビルを見上げるシーンは本編オリジナル版にもあったね。犬が出てきた。 R3 でターゲットをロックオン。け。なんかオリジナル版のガードハウンドはもっと柄が悪かったな。あれ、ガードハウンドが結構硬い。フレイバー使おう。実はシンラボックスがこの辺にあったりしないか。あった、宝箱の方があった。マップは画面に常時表示されないのか。あれまた来た。ガードハンドも来ちゃった。ガードハンドがちょっと硬いんだよね。全然攻撃してこない。どうってことない。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。オッケー。これ戦闘中だと体力減ってることをちょっと気づきにくいな。今のウェッジたちとの会話も初期のリメイク版トレーラーとはちょっとシーンが変わってるね。あ、シンラボックスあった。こっちだ。いるぞいるぞ、任せた。警備兵より強いんだよな、その犬が。ボッコボコ。こんなこともできるんだ。ブレイブモードかっこいい。スラッと戦闘が終わっていくね。キャラの切り替えとかもやって戦えるらしいから、バレットでこの後戦うこともできるはず。ジャンプはできないのかな今。どうってことない。結構簡単に派手な戦闘ができる。ホールド。もうちょっとカメラを引きたいんだけど引けないのかな。まあいっか。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーラは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだがなんとかなるだろう。はい。あ、話せる。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ？閉めろ。こっちのセリフだ。まあいいでしょう攻守のバランスがいいアサルトモードと攻撃力に特化したブレイブモード。ほうほうほう、ブレイブモード、これブレイブモードの方が好きだ。おおお、全体攻撃になってくれるんだ、範囲が広いから。ここまで当然の結果だ。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。宝箱。バレットってグラサンかけてたっけ？こっから先は警戒がさらに厳重だ。手間すんなよ。はいはい、この頃の2人尖ってるな、クラウドも。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちはこのネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか？魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。ええ、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか？おおよ。医者に行け。うん、あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。バレット操作かな。ああ、四角で連射なんだ。オッケー。あ、見えない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 。ちょっと見えない。ここロックして OK。 左下のコマンドがもう戦うとぶっ放すになってるけど OK。 ちょっと敵の位置が見にくいけどぶっ放す。いいね、このアレンジ BGM。 OK。 あれまだいる。キャラは十字キーでチェンジと仲間のコマンドを指示もできる。あ、なるほど。パレットはド根性とフュエルバースト。はい、あ、切り替わりが早い。FF15にもアップデートでね、キャラクターの切り替えが実装されたんだけど、あれ遅すぎてね、やってらんないな。こんぐらい早い方がいい。あー、これは切り替えよう。どうってことない。戦闘が終わったらクラウド操作なんだ。ああ、知ってるな、ここ。なんか視点が 3D になると、一度遊んだことのあるマップでもなんか迷いそう。確かここの上は脱出の時に来るんだっけな。待てよな、あんまりその辺の話したらネタバレになっちゃうっていうか、もう何言ってもネタバレになりそうだから喋んない方がいいな。あ、ダッシュもできる。クラガン、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。ダッシュは R3 でもできた。 R3 じゃない L3 だ。逆に引っかかってみたらどうなるのか気になるけど、まあ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 。バレットが引っかかりそうだな、これ。さすがにね。潜りメダル。あ、見れない。バレットはバレットでアイテムを持ってるとかではなくて共有されてんだ。結構多いな。おっと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 。ちょっと待って。あ、いける。クラウドいい。ま、楽勝よね。正直当たってたと思うんだけど。まあ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 。